どうもー、ガッキーでーす。さあ、久々にやってまいりました。コンビニ動画でございます。まだアメリカの動画続いてるんですけど、ちょっと長いんで、まあ、間々にこう、部屋の動画をね、お届けしたいなということで。毎週火曜日、セブン、ファミマ、ローソン、新商品出るんですけども、今回は、セブンイレブンでございます。セブンはね、もう全然やってなくて、で、アメリカ行った時もね、セブンイレブンの動画撮ったんですよ。まあ、それはね、後日、お届けしたいなと思いますんで。で、今日が2月の27、水曜日なんですけど、昨日から、新しいのが出てて、いろいろね、もう買ってきてるんですが、温めてもらってきたのもありますので、これはおにぎりかな。いや、なんか久々だわ。日本帰ってきて、お店の食レポはもう2、3回やったんですけど、全然コンビニ行ってなかったんで、またね、いろんな新しい商品出てましたよ。で、その前にちょっと、水分補給を、相変わらずこのゴールドジュアルティー飲んでますんで、これ飲んでからね、なんか体の調子いいんですよね。ポリフェノールがワインの何倍入ってるみたいな、そんな感じのやつなんですけどね。ということで、セブンイレブン一発目の商品がこちらだ。爆弾結び、ツナマヨネーズ、唐揚げマヨネーズでございます。もうマヨネーズ2種類入ってますからね。で、マヨネーズに使ってる卵が、なんかこだわりの卵らしいんですよね。唐揚げマヨネーズっていうのが、中に唐揚げが入ってるのかどうかちょっとわかんないんですけど。中がこういう風になってるみたいですね。で、爆弾っていうだけあって、結構大きいです。ちょっと軽くレンチンしていきます。アメリカのコンビニおにぎり売ってなかったと思うんですよね。確かかなりでかいですね。もう海苔でくるまれてる感じなんですけど、じゃあいただきます。っていうか、またかぶりつき系だな、これ。あんだけハンバーガー食べてきたんですけど、まあこれおにぎりなんで。うん、具にまだ到達してません。ちょっと待って、これ具どこに入ってんの。これ結構今多くいったんだけどな。こっちは具が偏ってるかもしれないな。ん？うん！あ、これうまっ！中に唐揚げ入ってましたね。ツナマヨネーズっておにぎりあるじゃないですか。従来のあれに比べると、コクが結構ありますね。なんか濃厚な感じです。うん！これはうまいね。ちょっとまた違ったツナマヨですね。いい味付けしてるわ。で、これ爆弾なんでね、量が多いと思ったから、惣菜系1個買ってるんですよ、新商品で。おにぎり置いときまして、新商品2個目、こちらでございます。ふんわり卵とキクラゲの中華炒め。ちょっとこう酒のつまみ系な感じなんですけど、セブンイレブンってチルド商品結構力入れてますよね。まあ、もう中華炒めということなんでね、やっぱこう、味付けが気になりますけども。うまいな。これ卵ふわふわだし、中華の出汁が鶏ガラかな、結構出汁を強く感じる味付けですね。完全に白飯食いたくなる。うん。で、豚肉も入ってるんで、キクラゲと全部と一緒に。うん。てかもうこれ酒飲みたくなっちゃいますね。もう仕事から帰ってきて、テレビ見ながらこれ食べてビール飲んでるとか、そんな感じですよ。でも自宅で中華料理屋さんの一品もののメニューを、こうやって手軽に気軽に食べられるっていうのはいいですね。まあクオリティはお店の方が、まあ、正直まあ高いですけど、まあ、完全にもうこれもう定食です。うん、これまたこの中華の出汁とこのマヨネーズが絡み合ってまたうまいな。いや、でもアメリカのコンビニ結構行ったんですけど、こういうの売ってなかったんですよね。そこを考えると日本のコンビニはやっぱ素晴らしいなと思いますね。あ、そうそう、カロリー言い忘れたんですけど、この爆弾おにぎりがね、1個で410キロカロリーで、この卵とキクラゲの中華炒めが356キロカロリーかな。続きましては、多分これ新商品じゃないかもしれませんが、ちょっと僕が個人的に食べたかったんで買ってきちゃいました。それはこちらだ。チリミートドッグでございます。なんかこれ見るとモスバーガーのチリドッグをね、彷彿させるんですけど、こういうの大好きなんでレンチンしていきます。ミートソースが入ってるのまたいいっすよね。うわ、めっちゃミートソースの、うわ、これはうまそうだ。うーん、これはうまい。ソーセージがもうパリッジュワーッで、そんなに辛みはないですね。ピリッピリッとくるぐらいで。で、これミートソースが結構肉肉しくて。で、玉ねぎが、いい仕事してます。
正直あのコストコのホットドッグに比べたら値段はこっちの方が高いですけど、僕はこういう方が好きだな。まあ好みありますけどね。うん、2口3口目ぐらいから辛みがグワッときますね。ちょっとこれだとビール飲みたくなっちゃいますけどね。うますぎてパクパクいっちゃってカロリー言うの忘れてました。1個あれ433キロカロリー。セブンのチリドッグうまいです。しっかり温めて食べてみてください。続きましてはこちらはね新商品でございます。じゃじゃん、豚もつ鍋でございます。味噌仕立てということで、もう味噌のねうまそうな香りが漂ってるんですけど、すごいですね、家でもつ鍋ができちゃうという。いやこの商品はねもう独身にはたまらないですよ。でもう一等がなんか振られててもう温めてきてるんでね、もう開けて食べるだけと。で先ほどもねチリドッグ食べててビール飲みたいなって言ってましたけど、このもつ鍋これもやっぱりビールだと思うんですよ。キンキンに冷やしておきましたんでね。でビールはキリンの一番搾り匠のさえ、これなんかね氷点下熟成というビールで、なんか一番搾りの新商品、もつ鍋にぴったしでしょ。バランスのいい比率なんじゃないでしょうか。それでは乾杯。あーうめえすげえすっきり飲みやすいなこれ。口当たりさっぱりでだけどコクがあってね、旨味もあって美味しいです。ちなみにこの豚もつ鍋なんですけど、カロリーがこれ1個で289カロリー。これ低カロリーさもまたいいですね。うわーうまそうな香りだ。大きな豆腐が2つ入ってまして、キャベツにごぼうニラも入ってます。豚もつがゴロゴロと、このキャベツの芯も入ってるのが僕好きですね。あ、うまっ。家で食べられるんだねこのクオリティ。味噌の出汁が結構甘みが強くて、でこのもつの食感とね、噛むと旨味がジュワーって広がって、でキャベツとごぼうのシャキシャキ感、うん、これの家にねちっこい土鍋があればもう移し替えて、でカセットコンロで目の前でこうグズグズ言いながら食べるのもいいかもしれないですね。レンジで温めてますけど、やっぱり食べていくとだんだん冷めてきますから。うん、豆腐も美味しい。ちょっとこれますます独身ライフが加速しますよ。こんな満足しちゃったらこれあとあれだな、余ったスープで締めのラーメン、あとご飯があれば雑炊できますね。でこれ結構もつがねふんだんに入ってます。ちょこっとなのかなと思ったんですけど、やっぱりあれかな、日本のコンビニはすごいね。ほんとそう思う。これもう先週までアメリカにいたから、なんかすごく良さがねよりわかりますね。これで明日はお肌もツルツルですよ。はい、ということで食事系はこれで以上なんですけど、こっからはねスイーツでございます。もう春が目の前まで来てるということで2つ買ってきました。1つ目がね薄い和もっち巻き桜ホイップ&こしあんで、もう1個が北海道産の小豆使用桜餅でございます。多分この2つどうだろう、去年も食べた記憶があるんですけど、これは去年食べたかな、これはどうだろう、食べたかな、ちょっとね記憶が定かじゃないんですけど、これ系のシリーズは結構外れがないんで、桜の花入りホイップっていうのが入ってると、あと桜風味の生地、これは177キロカロリーですね。もう生地がピンクですね。映像で伝わるかな、こんな感じ。うん、うわ優しいなこれは。この生地がもうもっちもちで、ほんと餅食べてるみたい。で桜風味となってるんですけど、まああの桜餅のあの味ですよ。多分去年も言ったと思うんですけど、桜食べたことないからね、桜の味ってどうなんだろうって未だに39年生きてて分かんないんですけど、すごく爽やかな生地でホイップクリームもねそんなに甘すぎない。これはどちらかというとお茶とか紅茶飲みたいですね。でこのホイップクリームの中に桜の花刻んでるやつが入ってるんですよね。ただこれ
桜まだ咲いてないんでね、いつの桜なんだろうっていうちょっと疑問はありますけど、うん、ちゃんとね桜の花がついてるんですけど、春だねまあでも僕ね、どっちだかといったらこっちのが好きかな。あーもうこしあんがすごい美味しい。はい、ということで2019年2月の後半ですけども、セブンイレブンの新商品いろいろ食べてきましたけども、やはりセブンクオリティはかなり高いなと思います。で、他にもねセブンとのコラボ商品で、まあもうこれ定番なんですけど、蒙古タンメン長本のね北極のブラック、これ出てたんで一応買ってきましたけど、もう中本系は他の YouTuber さんはもう出たらすぐ動画やってますからね、まあ、こちらは機会があったらっていうことで、まあ、最後デザートの方はもう春にかなり寄せてきましたけども、2019年の春といえばもう平成が終わるということで、新しい年号が一体何になるのか、まあ、ありきたりで申し訳ないんですけども、皆さんが予想する年号あればコメントいただければ、で、あとは今回コンビニでしたので皆さんのおすすめする新商品がありましたら、コメントいただけると嬉しく思います。それではワッキーのコンビニ新商品レビューでございました。それでは明日からはアメリカのラスベガス編お届けします。